トフォードのホームスタジアム、とんでもない方法で違法主張する民が出現。27に行われた、プレミアリーグリバプール対ブレントフォード戦の中継の中のワンシーンが SNS で注目を集めている。試合中に映し出されたのは、スタジアムの横に立つマンションから試合を観戦する人々の姿。スタジアムの屋根よりもはるかに高いそのマンションからは、ピッチ全体を俯瞰するように眺めることができるようだ。このレベルの高い違法主張に対する、日本のファン、海外ファンの反応がこちら。せっこ、そっから見れんの？すげえな。違法主張、無課金税、いいビルだ。レベルマックスの違法主張。羨ましい笑い、めっちゃいいじゃん。家賃エグそう。だから鳩はフィールドに立たなければならない。今日鳩の泊まり木には先客がいたようだ。このビルで友達を作らなければならない。無料ブレントフォードシーズンチケット。セレッソのマンションみたいなもんか。セレッソみたいやな。長崎の新スタもこんな感じ。ロンドンのタワマンか。遠すぎだろう。米粒みたいにしか見えんやろ。経済回せよ。スタジアムに屋根ついたら近隣住民から猛抗議くらいそう。マンション住人ブレントフォードサポばっかなのかな。それはそれで楽しそうでいいな。中継見た方がいいと思うけど、結構見てる人いるから案外いいのかも。ホットな話題から現地の声まで、他とは違った視点で情報発信中です。ぜひチェックしてね。